風流の理髪人こと蒲生氏郷、武勇と教養を極めた青年武将の生涯とは。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は蒲生氏郷について紹介していこうと思います。歴史ファンの中で特に人気が高いと言われている武将の一人だ。今回ご紹介する蒲生氏郷ではないでしょうか。信長秀吉に愛され武勇を極めただけでなく、茶の湯や和歌にも通じ、後世の人々から風流の理髪人と尊敬された人物です。また領民たちの生活を安定させるために心を砕いた優れた政治家でもあったのです。氏郷は40歳という若さでこの世を去りましたが、その美しい生き様に共感する人々は絶えません。そんな彼の生涯をじっくりとご紹介していきましょう。蒲生氏と甲賀。滋賀県蒲生郡日野町にかつて日野城がありました。ダムの建設で大方は破壊されたものの、すぐ近くには蒲生氏郷が産湯を使ったという井戸も残されています。1556年、蒲生氏郷はこの城で長男として生まれました。幼名を鶴千代と言います。また父は蒲生片秀といって、戦国大名六角氏の重臣だった人物です。そもそも蒲生氏はこの地方の名族とされていて、田原の藤太こと藤原の秀郷の子孫だとされています。約600年以上にわたって南近江の地で勢力を保ち続け、戦国時代には六角氏の傘下となっていました。日野の地は南に甲賀地方があり、琵琶湖側から見ればちょうど北から蓋をするような位置にあります。そのため古来より甲賀とのつながりが深く、いわば蒲生氏は甲賀の名手的な存在だったと言えるでしょう。六角氏当主が戦いで負けるたびに蒲生氏が甲賀へ案内してかくまっていたそうです。六角高頼や六角義方といった歴代当主も、分が悪くなると居城の観音寺城を捨てて甲賀へ逃亡していますね。さて主家の六角氏は1563年の観音寺騒動で弱体化し、いよいよ上洛を目指す織田信長が進軍してきました。織田の大軍の前に観音寺城を守りきれぬと悟った六角義方は、やはり甲賀へ逃亡して行方をくらまします。一方蒲生片秀は日野城にこもって抗戦の姿勢を崩しません。一族老頭もろとも討ち死にかと思われた時、思わぬ救いの手が差し伸べられたのです。織田方に組みしていた娘婿の神戸智盛が城内へ乗り込んできて織田への降伏を説得したのです。嫡男の鶴千代を人質として差し出す代わりに、織田に武将として傘下に入ること、それが降伏の条件でした。織田軍の若手武将として頭角を現す。さて人質として岐阜城へ連れてこられた鶴千代は初めて信長と対面します。鶴千代を見た信長は、蒲生の嫡子は目つきが尋常ではない、これはきっとただならぬ人物となるだろう、我が婿にしようと言ったとされています。しかしこの逸話が収録されている蒲生氏郷記は、後年に様々な人が加筆した形跡があるため、大げさに書かれている可能性が否定できません。信長の次女である総王院を正室として迎えたことは事実ですが、信長にはもっと重要な目的があったのです。信長にとって岐阜と京都をつなぐ東山道は絶対に確保しなければならないルートでした。そのため甲賀に潜んだ六角の残党によって
脅かされることを極端に恐れたのです。北から蓋をしている蒲生氏がしっかり効果を抑えることができれば、不安の種は消えます。そんな蒲生氏に自分の娘をやっても惜しくはないと考えたのでしょう。とはいえ、鶴千代が利発な子供だったことは間違いないようです。13歳にしてその才を認められ、信長はそば近くに置いて行儀作法や軍律などを手ほどきしていたそうです。織田家中における将来の幹部候補生として大いに期待していたのではないでしょうか。翌1569年、信長自らが烏帽子親となって元服を果たします。当時は康秀と名乗りますが、ここでは氏郷で統一したいと思います。同年には南伊勢の戦いで初陣を飾り、信長の次女を正室として迎えました。また1570年の朝倉攻めでは、浅井長政の裏切りによって窮地に陥った信長を日野城に迎え入れ、無事に岐阜城へ帰還させています。この時には不死で感情と過剰を受けたそうです。織田氏の勢力が拡大していくにつれ、氏郷の戦いも熾烈を極めていきました。この頃の氏郷についてこんな逸話があります。織田の家臣に津田信元という者がいました。信元は聞こえ高い名馬を持っていて、これを求める武士は多かったそうです。ある時、信元は皆にこう言いました。わしの馬が欲しいのなら、敵陣へ一番に乗り込み、敵の首を取ってくる勇気のある者にお譲りしよう。確かに敵陣への一番乗りは勇気がある証拠になるものの、それは死と隣り合わせの危険な行為です。尻込みして誰も名乗り出るものはありませんでした。そんな時、信元を訪れた氏郷が約束するのです。戦いの際に真っ先に敵陣へ駆け入り、必ずや敵の首を上げてみせましょうと。それからしばらくして武田氏の軍勢が東美濃へ侵入してきました。すると先陣に立った氏郷は一気がけして敵中へ踊り込み、武田の武者と一騎打ちとなったのです。氏郷は槍を振るって見事に敵を討ち取り、悠々と戻ってきました。信元に敵の首を見せ、見事に名馬を譲ってもらったのでした。その武勇は織田家中にたちまち広がり、氏郷の勇気に皆感嘆したといいます。その後も伊勢長島攻めや長篠の戦いなどに従軍した氏郷は、若年ながらも着々と軍功を重ねていき、戦場に塩ビの兜を見ない日はないと言われるほどでした。氏郷の兜は非常に特徴的なもので、まるでツバメの尾羽のような形をしており、その漆黒のカラーリングとともに敵に大きな恐怖心を抱かせたといいます。ちなみに銀のナマズ尾と呼ばれる兜も存在していたようです。松阪城12万石の城主となる。出世街道を順風満帆に歩んでいた氏郷にとって、まさに青天の霹靂となった出来事が本能寺の変でした。当時氏郷は日野城にいましたが、安土城留守居役だった父片秀と連携をとって前後策を協議し、まず信長の妻子や一族の保護に乗り出します。氏郷は早速乗り物50丁と乗り馬100頭、ダバを200頭準備し、安土城から多くの人々を脱出させました。氏郷家によれば、実はこの中に信長の正室だった貴重がいたというのです。その記述によれば、御台所たちを救い出すことが亡き信長様への忠節とありますから、この御台所こそが貴重だという説が有力となっています。ともあれ、安土城を退去した一行は日野城へ逃れ、明智光秀に対抗する姿勢を鮮明にします。光秀にしても近江の奥地まで手を伸ばすことはできませんから、蒲生不死の討伐は諦めざるを得ませんでした。
やがて山崎の戦いで光秀が廃止し、畿内の混乱が収まってくると、改めて羽柴秀吉と対面します。秀吉は信長の妻子たちを保護したこと、光秀と戦う姿勢を見せたことを称賛したといいます。その数ヶ月後、父が隠居して氏郷が蒲生家の家督を継ぐこととなりました。そして信長の後継者たるべき秀吉に味方し、その破業を支えていくのです。また妹の虎、後の三条殿を秀吉の側室として差し出し、さらに関係を深めていくことになりました。続く賤ヶ岳の戦い、小牧の役と従軍を重ね、その戦功によって松ヶ島城12万石を与えられます。これで押しも押されぬ有力武将の仲間入りを果たすこととなりました。1588年には松ヶ島城の南4キロにある場所に新しい城を築城しました。資材を素早く調達するために松ヶ島城の一部を流用し、足りない石垣には古墳の石棺すら使われたといいます。また秀吉の大阪城の一時から拝領し、この城を松阪城と名付けました。そして築城と同時に城下町の建設に着手し、伊勢街道をわざわざ付け替えて城下を通るようにするなど、着々と町づくりを進めていきました。その一方で楽市楽座といった信長の経済政策を間近で見ていた氏郷は、日野や伊勢大湊などから多くの商人たちを移住させます。城下町を発展させ、経済を豊かにすることが国を富ませるということに気づいていたのです。松阪は江戸時代に入ると豪商の町として呼ばれますが、その礎は氏郷が築いたものです。風流の理髪人、氏郷を語る上で欠かせないのが希代の文化人だったという側面でしょうか。由緒ある蒲生家は歴代当主が和歌やレンガなどをたしなみ、氏郷も幼い頃からその文化に触れていました。当代随一の歌人だった三条西実紀から和歌を学び、里村上派からレンガの教えを受けたといいます。また朝鮮の駅で出陣する際、各地で見聞きしたことを歌枕にした和歌を多く残していますね。一方、茶の湯を通じて多くの人物と交流を重ねていたことも知られています。千の利休の弟子として利休七鉄筆頭に選ばれるほどの腕前ですし、多くの名物茶器を所蔵する傍ら、自ら茶器を焼くこともあったそうです。あまりに利休に支持するあまり、ついにはその筆跡まで利休に似てしまったとも。1591年、利休が秀吉の逆鱗に触れて切腹すると、氏郷は利休の茶の湯が絶えることを惜しみ、息子の千の松庵を居城にかくまいました。そして徳川家康とともに松庵飯出し城を作って千家復興を訴えたのです。3年後、松庵はようやく帰郷を許されることになりますが、松庵は氏郷への感謝を込めて輪郭という茶室を作りました。その後、茶室輪郭は戊辰戦争の戦火を受けることなく現存し、今でも鶴ヶ城の一角にひっそりと佇んでいるのです。会津92万石の大主として、1585年氏郷はキリスト教に改宗してレオンという洗礼名を授かっています。当時はキリシタン大名も数多く存在していて、特に経済政策に明るかった氏郷は、来るべき南蛮貿易に期待していたとも言われています。1590年、小田原の御北条氏が秀吉に屈服したことにより、徳川家康が関東に移封されました。一方、伊達政宗は三人地産の大将として会津地方を取り上げられ、代わりに氏郷が会津を支配することとなりました。氏郷を会津に置いた理由、
それは脅威となりうる存在だった徳川家康、伊達政宗、上杉景勝に対する監視と抑えの役目を担わせることでした。氏郷にはその任に耐えうるべき器量があったということでしょう。氏郷は最終的に会津92万石の大使となったわけですが、従来の領地の何倍もの所領を得たわけですから、絶対的に家臣の数が足りません。そこで秀吉に対して方向構えの解除を認めさせるのです。方向構えとは、主君の怒りを買って出奔した浪人を他の大名が召し抱えないように釘を刺すこと。当時は戦国の気風が満ちている時代ですから、そんな荒っぽい浪人が溢れていたのです。秀吉は方向構えの解除をしぶしぶ認め、氏郷は腕っぷしの強い荒くれ者を多く召し抱えました。戦国の荒波を乗り越えてきた氏郷だからこそ束ねられたのでしょう。そして1591年、葛西大崎一揆が始まります。これは明らかに伊達政宗が先導したものでしたが、氏郷は荒くれ者たちを率いて征伐に乗り出し、見事にこれを鎮圧させたのです。氏郷は常々言っていたそうです。家臣には情けを深くして知行を与えてやるべきだ。かといって知行だけ与えて情けがなければうまくいかない。逆に情けだけ与えてもそらぞらしいものとなる。情けと知行はいわば車の両輪のようなもの、すなわち鳥の両翼のようなものだ。92万石という大大名にもかかわらず、家臣に知行を与えすぎて失敗することもありましたが、家臣は皆氏郷を慕っていたといいます。蒲生家家臣の名をよく見れば、驚くほど蒲生姓と里の字が多いことに気づくでしょう。まさに氏郷の情けがなせる技だったことがよくわかります。1595年2月、氏郷は40歳という若さで亡くなりました。毒殺という説もありますが、その症状から見て直腸癌だったのではないかと言われています。ちなみに正室との仲は非常にむつまじく、氏郷は生涯側室を置かなかったそうです。また未亡人となった正室も、側室になれと迫る秀吉の要求を断固拒否した挙句、出家して夫の菩提を弔ったのでした。まとめ、この時代武勇をひたすら誇る武将は多かったものの、教養や文化に造詣を持つ者は少なかったといいます。蒲生氏郷こそまさに文武両道を地でいく人物だったのではないでしょうか。また一代で地方の一国人から大大名へ出世を遂げたというサクセスストーリーも魅力あふれるものです。もし氏郷がもっと長生きしていたら、果たして歴史にどのような足跡を残したのでしょうか。そんな想像さえしてしまうほど魅力的な人物ですよね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。